え、蛮多钱的。なんだよ、ちゃんと金持ってんじゃねえかよ。お前、穴から踏み倒すつもりだったんだろ。他钱要干嘛？え？何やってんすか、兄貴？え？何って、なんか余計なもん入ってたからよ。え？余計なもんって、これ金？グレートさんよ。約束通り財布はいただいてくぜ。え？ああ、はい。よし、行くぞ、ネツ。ちょっと、兄貴！为什么不拿钱？どういうつもりっすか？なんで金回収しないんすか？平塚は踏み倒したりしねえよ。いつか必ず返す。なんでそんなこと言い切れるんすか？大晦日にまで突貫工事の現場に出てるやつが目的もなく働く。人太好了吧？这种人怎么当黑道？あいつの吸ってたタバコは。那么人那么好当黑道就是被阴的份呢？そこに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。明日は正月だからな。母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうな。だからって返済を延滞していいとはならないっすよ。昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるか？ええ、確か少し前に閉店した店ですよね。それが何すか？あの店が平塚の実家、おふくろさんの店なんだよ。そうなんすか。1年くらい前におふくろさん体壊して結局店閉めたんだ。この前見舞いに行ったらすごく痩せててよ。でも嬉しそうにしてたぜ。息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってね。他跟童生的设定比较不一样，他是从小长在这边长大的。おふくろさんの入院費と手術費だ。でもこのまま帰ったら、俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。跟这边的居民更贴切。財布取ってこいって言われてんだ。財布なら、ほれ、ね。そんな意味で言ったわけないでしょ。頭からだ。マジっすか？はい、もしもし、一番です。お手ぞ、俺ら2階以内に出ろって言ってんだろ。すみません、頭。お前ひょっとしてまだ地回りしてんのか？はい、ちょうど今日のしのぎが全て終わりまして、今から事務所に帰ろうかと。バカ野郎、もう若の付き添いに行く時間だろうが。あ、すみません、今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け、若がお待ちだ。何やらせても遅いな、てめえは。はい、すみません。分かってると思うが、変な場所に出入りするんじゃねえぞ。若にもしものことがありゃ、お前の命がいくつあってもけじめはつけれねえんだからな。はい、もちろん。若の付き添いですか？やべえ、すっかり忘れてたぜ。ミツ、これ持って先に事務所戻っててくれ。ちょっと、こんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ。付き添い終わったら連絡くださいよ。俺適当に時間潰してますから。不敢拿工钱包回去よ、废物。少主啊，什么是一直叫事后少主？很小吗？年纪？对啊，我记得看预告片，我们要搭计程车去啊，去哪里？我身上有钱吗？要去少主的公寓啊？那怎么伺候他？いや、荒川雅人さんは？本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。あ、すいませんでした、若。しのぎが立て込んでて。
場所をわきまえろ。すいません。啊，原来少主脚有问题啊！看那个预告片啊，那个都没看到，都不知道哎。今日が何の日か忘れてたのか。まさか、夢野さんの誕生日ですよね。手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですね。時間もなくて。大したプレゼントでは。まあいい。それより一、親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。あのジジイ、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。心配なんですよ。若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。すいません。すいません。大丈夫ですか、若。大丈夫だ。もうすぐ着きますんで。いや、まだ行くな。出版。そこに入る。え？あ、はい。之前那个吗？啊？啊？啊？なんすか？それ？海外から取り寄せた最新のエフェドリンだ。エフェ？一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで、ピンサイダーも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが即効性がある。ちょっとなんでそんなもん持ってんすか。今日は俺の女の誕生日だ。こんな体で恥かかせらんねえだろう。いや、でもそれヤバい薬なんじゃ。日本じゃ認可が降りてねえってだけの話だ。ここに打て。え？俺無理っすよ。やめましょうよ、若。こんなの危険ですって。意気地のねえやつだな。おば、要让他站起来是不是？自殺啊。他就可以站起来啊。若you
太强了吧？行くぞ。我也要来一点。わか。いらっしゃいませ。他的女人是在夜总会的。こんばんは、マサトさん。ねえ、体良くなったの？びっくりしちゃったよ。おい、夢野さんは？はい、なるべく早くお呼びを。なるべくだ、すぐだろ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生日で大変に混雑して。ちょっと、わか、速攻話しつけてきます。大丈夫っす、紳士的にやりますから。有什么事抢小姐啦？哦，木乃小姐在哪？嗨，嗯，康复了，没事了，叫他赶快过来了。爷、yeah.。事后不是很奇怪，然后我不是黑道的吗？不找是不是？啊，哪里？孟乃在哪？是孟乃吗？有，喝嘞，是孟乃吗？毛巾呢？我看起来像服务生吗？你是孟乃吗？孟乃在哪？孟乃是不是跑了？买嘞？哦，这个。ごめんね、こんなに混んじゃって。謝る必要なんてないさ。逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ。なんだ君は。なあ、まあなんつうか、そのそちらの女性をお迎えに。ふん。ちょっといっちゃん、お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。何しやがる。お前こそどういうロジックで話してるんだ。ああ、ロなんだと。楽しみだろ。なんだとこれ、分かるように話せてんて。何が紳士的だ、揉めてんじゃねえかバカ野郎。すみません、お騒がせしました。でもこいつも悪気はないんでね。悪気はない。ああ、店が決めた順番ってのは建前だ。水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある。
使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の建前と本音ってやつさ。おお、很霸气ね、很霸气ね。それにこいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです。メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。おう、ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう。結構です。受け取るわけにはいきません。それじゃ俺の気が収まらないですよ。じゃあ代わりに。結構です。立場上贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので。何が立場上だ、偉そうにてめえ。度胸あるな、あんたは。どこのもんだ。仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。名刺も交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあこの女性を連れてお席にどうぞ。乾杯。夢野さん、おめでとうございます。こんな高いお酒飲めて。夢野さん、私たち超ラッキーです。おいおい、礼を言う相手が違うんじゃねえか。そうよ、まったくこの子たちったら。ごめんなさい、マサトさん、ありがとう。ま、いいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。若、さっきはすんません。ポリのくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。あの野郎よく来るのか。いや初めて。で夢野さん、プレゼント何だったんですか。何言ってんの、私はこうやって来てくださっただけで十分よ。本当に相変わらずラブラブですね。羨ましいな。私もマサトさんみたいな彼氏欲しい。勉強さん、脚能動作赶快带他出去玩。おい、イチ、お前のから見せろよ。あ、はい。でも俺こういうの慣れてねえっていうか、その早くしろ。すいません、気持ちだけですけど。それだから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて。 しかも若の女じゃなくて若の彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけわかんねえっつうか。でも店で一番高いやつ買ったんです。 それはマジですから。なんだよ。だってそれ私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつ。え？こら、もう。一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか。一番どころかビリッケスだ。こいつはいや。あ、マサトさんうまいこと言う。ま。そんなことだよ。
他在呛屁呛。ほらよ。さすがは俺の女だ。価値がわかるんだな。あ、いくらすんの？マンション1個くらいだ。といっても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。ありがとう。でも私こんなのもらってどうしたら？いいんだって。他带着房子。じゃあ次は。完了，他以后可以带房子在身上。一緒に住むマンションも買わねえとな。夢野さん、フロントまでお願いします。おい、今そういう場面じゃねえ。イチ、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ、行かせてやれ。でもすぐ戻るから。这女的怎么这样啊？不会做人呢、欸？她都收到房子了，她是怎样？那其他住还能收到什么？游艇吗？優しい。是汽车。じゃ、飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。夢野に聞いてみなよ。もうお仕置きされちゃいますよ。でも私も立候補しようかな。当我们的啦，我们都我们会送你手帕呢，会帮你擦汗。在干嘛？厕所干嘛？飲みすぎか。でも今日は飲みがかりだしな。ちょっと待って、ねえ堀之内さん。帰るよ。あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね。誰だあいつは。ああ、マサトさんのことね。あれはヤクザの息子。そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか、もう怖くて。怖い？そんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か暴行か。そんなことになれば俺が即逮捕、即懲役にしてやる。そうよね。じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に行こうよ。しかし、ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。でもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違い。じゃせいぜい巻き上げてやれ。わかった。じゃあ後で。そこに。あの若。おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。
我也一样，刷到破皮没关系，我也一样。这少主感觉怎么笨笨的，蠢蠢的，就不知道，感觉弱智弱智的，蠢的不知道自己要干嘛。他现在。兄貴、若の付き添い終わりましたか。なあ、劇場前広場で落ち合って一緒に事務所に戻りましょうよ。分かった。完蛋了、阿光要死坏了是不是。阿光是不是要死坏了，完蛋了，赵主要暴走了。啊，厨师在这边有个敌人，我去打一下，赚点钱呢。我要变成有钱人，上班族，打爆你！80块钱鲔鱼饭团赚，上班族吃的鲔鱼，晚餐被我抢过来了，赚爆！这代商店有卖什么？我们来看一下。いらっしゃいませ。哦，差不多的东西嘛。烫伤软膏是什么？现在有状态是不是？燥热麻痹中毒。啊，这代的商店还可以拆吗？看起来好像不行。有什么好看的杂志？有没有？走吧，走吧，去找阿光。阿光感觉要出大事了。这前面也有人呢，揍一揍吧。这两个怎么更穷？还40块钱？等一下，打爆这些再回去。呼叫红饭呢？哎，这个比较有钱，100块，不错不错不错。好了，走吧，回家吧。回合你要等到有比较强的吧，然后有很多招式吧，才会嗨的，就跟那个打小怪一样。你打那种王很强，就应该就会嗨的。で、そいつからいくら取れたんだ。それはビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました。裏ビデオつっても偽物だったんで。そうか。なら聞き取りの方は。又出去一天，出去一天没有钱呢。頭の命令通り、財布を取り上げてきました。这样你敢给？利息分も含めて全額入ってます。珍しく上出来じゃねえか。なんて言うわけねえだろ。この帯封は若が使ってる銀行のもんだ。おい、イチ、若とどこに行ってた。也太智障了吧。本当也不算。ただ買い物っすよ。我自慢。若からいただいたんすよ。いただいただと。
てめえがせびったんじゃねえのか。しのぎあげれねえからってせがいことしてんじゃねえよ。んなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。よっ、組に金も納めねえで何がプライド。なんだその目は。痛くもかゆくもねえってか。それじゃあけじめにならねえ。てめえもヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろ。おい、道具持ってこい。やれよ。どうした、ヤクザのくせにやり方知らねえのか。なら教えてやるよ。うまいこと関節に入りゃすっと落ちる。そんなことは稀だがな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おい、イチ、ちょっとつらかせ。はい。我只保住了。助かりました、おやさん。もう少しうまくやれねえのか、ジョートは。頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ。俺はしのぎで空騎士ですから。ジョーの気持ちも少しは分かってやれ。組の金庫番としてそれなりに苦労してんだ。それは分かってるんすけど、頭の言う任侠ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして。俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか。人それぞれ考え方は違っていいのさ。それが荒川組のパーティーってもんだ。パーティー。お前ゲーム好きだったろ。あれで考えてみろ。必ず一つの組織ってのには個々の役割ってのがある。お前みたいに後先考えねえで前に突き進む奴がいて、フォローしてくれるミスがいて、たるんだ空気を引き締める沢城がいる。そうやって組織ってのもあるんだ。我们就是先锋是不是？喊是不是？じゃあおやさんは王様っすね。王様か。まあどちらにしても俺にとっちゃみんな可愛い息子だ。そういや今日はマサトの面倒を見てくれたんだろ。はい。すまねえな、家のことまでお前らの助けを借りて。どうだ、あいつ元気にしてたか。ええ、そいつはよかった。最近は俺の電話にも出やしなくてな。組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな。さてじゃあ20世紀を締める飯を食いに行くか。な、一番。はいっす。よし、ああ、どいつもこいつもイチャイチャしてますね。お前、女の方どうなんだ。いません、俺は女にはからっきしで。しけだるだじゃって。
そりゃおやっさんはモテたでしょうけど。てめえ、何舐めた口聞いてある。我们跟老爹关系很好呢。今も現役でモテてんだろうな。でもな、俺もこいつとなら正体持ってもいいと思った女は今までに一人だけだ。え？マサトの母親だよ。ああ。まだお前には詳しく話したことはなかったっけな。ええ。もうお亡くなりだとは。一応。24年前のちょうど今日、大晦日だった。俺は氷川興産って組の下っ端だよ。そこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてた。それが若のおふくろさんすか。慌てんな。俺が心底惚れてたのは別の女だ。あかねえと言った。え、でもそれじゃ。組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高く食ってた。だから茜とは隠れて付き合ってたよ。あれは子供ができたって言ってくるまでな。となりゃお嬢か茜かどっちと一緒になるか考えるまでもね。ただ茜と子供のことを組長に蹴り出すきっかけは見つけられなかった。でようやく腹決めたのは東大長のバーおかしくねって。俺には決めた女がいる。組長に頭下げてそう言った。ただじゃ済まなかったですよね。散々袋叩きにされて年を越した頃には半殺し。それだけで済めよかったんだがな。え、組長は茜と腹の中の子供まで殺せと組の門に命じたんだ。そんな、いくらなんでもそこまで。ああ、さすがに俺も耳を疑ったよ。組長はマジだった。あそこの組じゃ殺した人間を死体ごと始末しちまうこともあった。組長のメンツ潰した俺らもその標的にされたわけだ。わさよバカ、いかんてよ。そっからはどうやってその場を切り抜けたのか。俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した。向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろう。その時茜はもう産気づいてて病院に行ってた。俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように言った。首の門が病院に差し向けられてたからな。そして町を出ようとこの店で落ち合うことにしてた。ちっさアルプスな。あ、だが何時間経っても彼女は来なかった。連中に捕まっちまったのかと思った時、俺宛に電話がかかってきた。